広島セリカツ。広島横浜15回戦、広島が横浜に2対1で勝利。広島勝ったで。この勝ちはでかい。堂林の存在が大きかったね。栗林ミスショット待ちしかできてないから怖いわ。矢野の初回の守備よな。菊池が現役のうちに矢野が出てきてよかった。横浜負けたじゃん。また負けた。オースティンいないと何もできない。最近リリーフ頑張ってる。マジでびっくりするほど弱いな。借金を返す作業に入ります。横浜先発東、6回2失点。東をやっとる。東の 2S 記録だけ継続した。東交代早すぎて中継ぎ勝負きつい。広島先発床田、7回1失点。床田 HQS よう頑張った。床田ヘロヘロだったな。夏に弱すぎる。床田今日はずっと怪しかった。広島栗林セーブ。栗林怖いわ。栗林の不安定さはこれから大変じゃ。栗林の使い方ちょっと考えよう。横浜打撃成績。宮崎タイムリー。宮崎珍しい。やっと26打点の宮崎さん。広島打撃成績。菊池先制タイムリー。菊池ナイス。タイムリーが打てる菊池。矢野タイムリー。矢野打撃も頼りになるわ。矢野が覚醒しとる。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。